リースさん、こんちゃちゃん。お、リースさんいらっしゃい。あれ？なんか配信がどうのこうのってツイッター書いてなかった？うんちゃらかんちゃらって。俺やるんかなってっきり思ってたんだけど。寝てました。私は寝起きです。そして眠たいです。はあ、ということで本日も天狗甘教ゼロやっていきましょう。リースさん、眠くてパソコン行く元気なかったわら。あ、そうなの？そうなんか。涙の担当、あ、大して上がんねえな。リースさん、今うどん食べてる。は？は？僕はそばです。僕はね、そばを最近ずっと食べてます。なんだこいつ。もっくんさん、こんばんは。あ、もっくんこんばんは。リースさん、そば1週間派頑張ったけど、うどんの手軽さあかん、わら。え、俺ずっとそば食ってるよ、もう。2.5 キロが落ちた。もっくんさん、今。リースさん、こんばんは。リースさん、えらい。今 2.5 ぐらい落ちたよ。リースさん、もっくんさん、こんばんは。リースさん、私も結局なんだかんだで5キロ派落ちたよ。お、すごいじゃん。なんかずっとそばだけ食いよったらちょっとずつ落ちるな。びっくりした。俺昼もそば食ってるもん。もっくんさん、そばって麺だけど太らないの？そんなに太らない。うん、落ちてる。蕎麦派血糖値上がりにくいのと食物繊維が豊富だから。ああ、そうなんね。ああ、だけんか。ミニオンさん、こんばんは。アセルス、アルカイザー、ゲン。何かわかるかちゃ。明日のガチャだ。そうだね、ミニオンさん。すげえ。そばダイエットいいね。自分もやろう。リースさん、あとちゃちゃん派納豆も食べれるからいいね。そう、ネバネバしたん食べてる。ミニオンさん、こんばんは。俺は明日はスルーするぞ。できん。ミニオンさん、ダジャレやめて。やめろ。できんと思うけど。多分ちょっとは引くと思うけど。コロクリムショ。モックンさん、ロマサだね。もうやめて2年経つな。ああ、そうなんや。早いな、月日が経つのは。リースさん、ちょっとだけよ、ちょっとだけ。だって俺も1万5000しかないからな。こう来たっけ。
ああ、来たわ。ミニオンさん、先っちょだけ、先っちょだけでいいから。うん、先っちょだけ、先っちょだけ引く。どうも、先っちょ仙人です。リースさん、ネギ変なこと言ったわ。え？そう。先っちょだけを求めて3000年。ミニオンさん、先っちょ仙人派根元で星の巻物をくれそう。くれるよ、くれるよ、くれるよ。段が上がるごとに奥まで行くから。猫猫さん、死んでしまえそうな仙人。あ、ぬこちゃんにバレた。違うんだ、ミニオンさんがさ、ミニオンさんが悪いんだよ、ぬこちゃん。にゃす。リースさん、ミニオンさん、ミニオンさんだよ。こんばんは、リースさん、ぬこちゃん、にゃす。めっちゃ怒られたやん。猫猫さん、ニャスニャス、リースさん、ネギもっかい変なとこ入ったわ、わら。でもさ、俺ね、リースメン、昨日俺、ぬこちゃん怒ったんだよ。リースさん、どうしたの？え、なんかね、昨日の配信でさ、ぬこちゃん来とってさ、なんか4日前ぐらいに、あの、黄色スズメバテに4箇所刺されたって言って、そっから病院も行かずにずっと家でおってから我慢したって。怒られのため。何で病院行かんかったんやって。リースさん、ね、それは怒るでしょ。リースさん、それは怒らないかん。でしょ。だけど次もしそんなことあったら絶対行ってよって言って。え、ミニオンさん、これどこなんこれ？ここで合ってる？あ、これ来たことないの多分。え、これだこれ。え？リースさん、でも、そんな仙人配火薬、ブイルブイルさん、今終盤なのかな？うん、8割、8割ぐらい。地図の右上の方。いや、地図なんて見れないよ。地図見れんのこれ。え、マジで？これ強くない？ヒリキって。ねえ、ヒリキって強くないですか？リースさん、ヌコちゃん、ちょっとでも体に異常あったらすぐ見てもらうのよ。ござるさん、ほんまそれ。こんばんは。あ、ミニオンさん、10% だからな。マジ？あ、フレイガチデーさん、こんばんは。10% デバフ？ござる、こんばんは。猫猫さん、うん、気をつける。そうだよ。ミニオンさん、しかも3ターンのに。なん、使えねえな、それ。リースさん、そういや、青い髪の人元気かな。いや、もうあいつは知らないです。男なんていりません。猫猫さん、この赤いのキモいね。あ、気持ち、メデューサみたいなやつでしょ、キモいでしょ。そんなやつはね、燃やします。リースさん、わらわら。燃やします。でもこいつ背高いんだよな。あ、ここか。ここっぽいぞ。ブイルブイルさん、ちゃちゃん、今日はピザ食べ放題行って20枚ほど食ってきた。20枚？どんなデカさ？グレンかいな。ミニオンさん、全力オートがあるゲーム性ほんと楽でいいな。めっちゃ楽。え、どんなでかいピザ？ニューヨーカーピザぐらいのやつを20枚？ミニオンさん、20枚ってどういうことや？わからん。ニューヨーカーピザを20枚ならだいぶエグいよ。ブイルブイルさん、そんなにでかくない。でかくないんかい？
なんかこれマッドハンドみたいな。リースさん、20キレ？いや、20枚でしょ。ブーブーさん、あ、ごめん、20キレ。20キレ？ということは何枚ぐらい？ 3、4枚、3枚か4枚ぐらい？ 3、4枚ぐらいか？お、な、寝とるやないか、これ。チャちゃんじゃん、これ。これ、チャちゃんじゃん。リースさん、そんくらいじゃね。うん。お布団ダイブしてます。これ、チャちゃんです。リースさん。これ、クソおっさんやぞ。おっさんやぞ。あ、おっきいした。リースさん、わら。地獄のものしか使うことない。ブイルブイルさん、あまり大きくないピザだし、それにピザ以外も食べたから。ああね。僕はずっとそばしか食べてません。ブイルブイルさん、とりあえず今日はもう何も食べない。いや、そんだけ食ったら食べていいでしょう。大丈夫でしょう。まあ、ビールさんもめっちゃ食うからな。知っとる気はわかるけど。ビルさんガチで普通に食うから。リースさん、そばがもっと好きならな。俺そばめっちゃ好きやけど全然食うじゃない。いや、オートセント楽。ブイルブイルさん、食べるとっか食べるぜ。なあにやり、なあ、いや、マジ楽これ。行くぜ。竜を助けに。南へ出れば犬神国、東を出れば竜王国へ。ここは猫猫さん、今日はもう何にもいらない。どうした猫ちゃん、体調悪いの？リースさん、でもだいぶ進んだね。もう進んだ。ちなみに竜王国派雑魚敵が結構ガチだから気をつけよう。え、マジで勝てないこれ。俺じゃ勝てないかな。え、そんなに一気に強くなる？抜けたら。猫猫さん、頭痛くて仕方ない。お薬は？ミニオンさん、いや余裕。いや余裕かい。お薬は？猫ちゃん。リースさん、猫ちゃん寝てて。お薬は？おー、この野郎。紫頭巾、あーあー、別にあのいいわ。え、ちょっと待って、話、こっから北東行けば竜の目の村、さらに東に行けば竜の耳村。とりあえず北東だね。ただ北東。ブイルブイルさん、ヌコさんを布団ダイブしよう。ただ北東、こっから北東だ。ミニオンさん、犬神国でいくらでも稼げるからもはやただ同然。まあそうだな。猫さん、薬切れてる。じゃあ飲みなさい。じゃあ飲みなさい。ないの？薬切れてるだけ。猫さん、今まで寝てた。寝てた？べっしょ。まあいっか、いらねえな、いらねえわ。猫猫さん、ないないの？お薬、リースさん、薬莢もらってきたからあげたい。いつもらいに行くの、猫ちゃん。次いつ行くの？あれ、これどうやって出るん？ブイルブイルさん、猫さん明日朝一で買いに行こう。ミニオンさん、油断するなと言った途端このマンション。あれ？出れないよ。出れない。どうやって出るんこれ。え？は？猫猫さん、来週。あ、出れんじゃん。なんで？来週？ミニオンさん、北東。あ、こういうことね。一回セーブするか。念には念を入れよう。
あら、かわいい。え？え？ブイルブイルさん、セーブ大事。猫猫さん、月曜日祭日で行けなかった。ミニオンさん、楽勝やんけ。いや、雑魚でしたね。猫猫さん、金も。金も行けんかったんか。おお、火の者や、この村を出て北へ向かえ。そうして付き合ったなら、北東へ刺すれば疾風千人。北東。ちょっと、こっから北。こっから北行こう。ブイルブイルさん、そうか、昨日祝日だったね。だね。え、楽勝じゃん。雑魚じゃないですか。強くなりすぎてしまった。リースさん、石油灯は強い。わかんだね。わあ、強い。ちょっとはだけてる女子。ミニオンさん、ルロケンにいそう。おったね、はだけてる女子。え、ここ、ここ疾風千人おらんじゃないか。おった。お、なにこいつ、なにこいつ、残像だと。まあ、このおじいさんははだけてますけどね。お前一人で世界救えるだろ、その動き。いや、十分。ブイルブイルさん、残像だ。そう、残像。ハヤテのように、その取られたものは、攻撃を。おー。ミニオンさん、2-4回の連続攻撃ができるようになる術。うん、強い。さん、ソニード。ソニード。ソニード。で？で？これでまた、下か、左下か。リースさん、禁止視線ばっちりですね。いや、もう楽勝ですね。でもなんか地獄のやつは使えないって言ったけど、これ左下？お、ハゲ。猫猫さん、ちゃちゃん、リースさん、ナチュラルにハゲって言わないで。え？笑。なんで？石油刀強すぎ問題。いや、強い。あ、一体残した。ただミニオンさんがとどめを打つ。猫猫さん、リユニのネタバレいいですか？ネタバレ？どういうネタバレ？何のネタバレ？何のよ。ああ、一発千人ってファイト一発ってこと？ミニオンさん、いわゆるベコマ。あ、いいね。ネコヌコさん、ガチャガチャ。うん、ガチャガチャどうした？ネコちゃん。うん、いやもうキャラはわかってるよ、もう。でも、ぬこちゃん、白バラ、取らないけんね。てか、久々じゃない？白バラ実装。おめでとう。ネタバレ。武器と防具派装備しないと意味がないから気をつけろ。そう、ナメプリになるからね。お、ニニキにかけるなんて不利ですか？あとは戻ればいいんか。あ、ハゲ。ミニオンさん、
俺も一発かましたいな。そう、かましちゃう？レベルめっちゃ高いんだけど大丈夫。これ一回戻って、猫猫さん、その白バラなんですけど、うん、最初にアセルスさん取ろうと思います。え、なんで白バラじゃないの、猫ちゃん。逆になぜそこで白バラじゃない。リースさん、なんでわらわら、なんでブイルブイルさん、ボーナス吸い上げガチャ。いやー、さすがに分けてきたんはさすがですね。戻って、ミニオンさん、ボーナス吸い上げにして歯遅すぎるだよな。でもさ、もう入っとる人ら多いんじゃない、ボーナス。猫猫さん、ジュエルないので戦力を増強しようと思う。いや、多分俺白バラ強いと思うで、多分。明日俺、ちょっと昼配信するけど、多分強いと思うで。そんな、お、バカ野郎。ねえ。ミニオンさん、6マスボーナスの人が圧倒的に多いしね。ねえ、それどこじゃない。見て。リースさん、今せっせと笛取りに行ってる。ね、混乱したよ、全員。ボーさん、ボーナス何それ、分かんない。ミニオンさん、ざまみろ。ざまやめろ。リースさん、よかったね、わらわら。ブイルブイルさん、アセルス派久々の剣スタイル。そうやね、龍耳。え、待って、お前は火の勇者か。ここは龍の耳の耳村、ニニギ様のお膝の元の村よ。まあ、ニニギ様に殺されるまでゆっくりとしてな。なあ、こいつ。こいつしばきてえな。こいつしばきたいな。なんか調子乗っとんな。地獄の王、ニニギ様はお前らの火の一族など相手にしてないのだ。さあ、龍神神社行くがいい。我らの闇の剣士様が相手をしてくださる。へー。いるの？お前らは戦わんの？雑魚が。ミニオンさん、実は人間を作ったのがニニギなので、そこまで反発されてない事実。いらん。こっから出てきただって。舐められたものだ。いや、ほんま舐められてるな。舐められたもんだぜ。どんだけ宿やろ。いや、やってやんよ。やってやんよ。おい、剣士だろうがなんとか知らんけどさ、やってやんよ。こっから来た。来たやな。なんか、ピッコロさんみたいな人がいる。あ、強い。強い。近所のおばちゃんに似てる。ダメだよ、そういうこと言っちゃ。なんか強くなってきた、敵が。やってやんよ。クックック、俺の名は知らない。ポケモンスターに失礼でしょ。リーさん、強くなるとちょっと言葉が可愛くなるの好き。俺の名は知らない。人は俺を闇の剣士と呼ぶ。火の勇者、火が、これまでお戦い、お前の剣、
見せてもらった。お前、チラ見すんなよ、お前、戦い方よ。さすが我が友、白猿の孫。獅子の子は獅子、というわけか。見ろ、ヒガ。あ、シェンロン。ミニオンさん、実はヒグマ国からずっとストーカーされてました。いや、ほんまそれ。ねえねえ、シェンロンがある、シェンロン。我が非常なる剣は、神獣の長、竜をも封印した。お前たちがこの闇の剣士に勝ったならば、竜の封印を解いてやる。いや、今封印されてるからくれないよ。正義の剣を語る愚か者、火の勇者。では、見せてもらおう。お前たちの言う、火の勇者としての正義の剣を。やってやんよ、おい。え、いや、ねえねえ、何？いや、何ミニオンさん、そういえば犬神から石もろたか？ねえ、こいつ、いや、え？なんでこいつさ、先制攻撃してきたん？リースさん、かっこいいのよ。いや、先制攻撃おかしいでしょ。いや、卑怯じゃない？ちょ、一回回復するね。ミニオンさん、こっちが遅いのよ。え？マジで？マジ？アイテム？アイテムもらったっけな。ヒグマあるよ。なんか早そうな見た目してるしね。ヒグマの石あるよ。え？ヒグマの石じゃない。犬神？リースさん、犬神。犬神ってもらったっけ？ある。あるよ。ある。あるぜ。ミニオンさん、オッケー。じゃあイベント進められる。リースさん、ナイス。オッケー。まあ、とりあえず、まあ、しばけばいいんだな。任せろ。海洋拳めっちゃ減るやんこれ。と一回回復しよう。え、待って、回復できないじゃない。いや、違うな。あれ？はい、強い。ブイルブイルさん、風呂入ってきます。うん、またね。うん、いってらっしゃい。一回見よう。物理攻撃弱い。まあ。まあまあでしょう。
ざま。ミニオンさん、失敗、わら。ざまだぜ。弱っ。あ、強い。ミニオンさん、石油型なしか戦い方を知らないから手間取ってるのくさ。いやいや、ちゃんとね、バフとかをかけながら戦ってるんだよ。ちゃんと、まったり。あ、めっちゃ強いじゃん。え、てかさ、これさ、普通にさ、リースさん、めっちゃ強い。で、これシンプルにやった方が強くないか。使えねえ。まあいっか、回復するか。え？決まってんの？あ、そうなんや。いや、って考えたら稲妻切り強えな。どこまで上がるん？え？いや、ふざけんなってお前。痛いね。雑魚です。く、俺もまだまだ甘いということか。こんな正義の剣を語る奴らに後れを取るとはな。ストーカー野郎め。リースさん、パチ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 。強くなりすぎてしまった。
分かっている。約束を守る。竜の封印は解く。あ、シェンロンおはよう。悲願よ、正義の剣などと綺麗事を並べようと。剣を持つ者は殺し屋だ。命を引き継いだ者だ。ここは剣などありません。カリン様にもらってください。また会おう。火の勇者、悲願、白煙の孫よ。おい、ヒゲ、おい。起きろ、シェンロン。おお。リースさん、かっこいいけどストーカー。いや、マジストーカーなんだよな。火のものか。そうか。火のものが再びわしの目の前におる。わしは神獣、竜じゃ。わしはこの竜王国を守る神獣、出会った。ニニギの復活に始まった100日の大侵攻で、竜王国はニニギの手に落ちてしまった。かくいうわしは闇の剣士によって封印される。面目次第もない。マジ雑魚だな、お前。お前たちは。ミニオンさん、首振らずしゃくっと話せ。いや、ほんま、申し訳なそうじゃねえんだよ。お前たちは、ニニギを倒し、地獄門にニニギを封じるために戦っていると聞いた。誰から聞いたんですか？だが、お前たちの力ではニニギには勝てない。なんだと？ニニギを倒せるのはただ一つ。マフーバじゃ！マフーバを使うのじゃ！アグニの剣だね、リュウ。オグニの剣？リースさん、石油王ですね。オグニ？そうだ、水木よ。火の一。ミニオンさん、知らない。友人の孫が大活躍なの。聞いて聞いて。火の一族が、高間ヶ原より持ってきた剣。アグニの剣だ。火の一族を生み出した神。わらわら。アグニが作った剣だ。ねえねえ、竜のおじちゃん、そのアグニの剣どこにあるの？じゃ、メニオンさんちょっと、図が高いよ、竜に。地獄。地獄？オグリの剣取りに行かないけんの？そうじゃ、竜王国の東、闇の大穴にある。地獄の門の中だ。地獄の王、ニニギは、兄王の歪んだ心に入り込む。地獄王の封印を解いた。ネピア太郎さん、こんばんはでございますです。お、ネピこんばんは。そして、ニオンの肉体を奪い、地獄門の封印、アグニの剣を。えいやニニギの手によって、アグニの剣は地獄門の奥へ放り込まれちゃった。しかも、地獄門はニニギの結界によって閉ざされてしまったのか。で、どうしろと？奴の結界を破らねば、もはや誰も地獄へ行くことはできん。くそ、ニニギの結界か。厄介だね、これは。手も足も出ないってわけかい。竜。ニニギの結界を破る方法、ないわけではない。何、シャレですか？どうするの？竜のおじちゃん。もう首振んな、お前。我ら神獣の力を合わせるのだ。さすれば、ニニギの結界を破れるかもしれない。ミニオンさん、首振るな。悲願よ。これをお前に授けよう。やった、竜の玉ゲットだぜ。
ドラゴンボール集めか？みたいなもんだな。ミニオンさん、神獣から石をもらい忘れてる。届き物はここで取りに戻る羽目になる。え？この竜の石にはわしの力が入っている。これと同じ石を他の神獣たちからもらい受けるのだ。ござるさん、ドラゴンの紋章？そう。一番左上のやつがドラゴニックオーラが出ます。ヒグマ、スザック、クジャク、ツル、カメ、犬神、そして竜、ジパングの6神獣。6神獣すべての力があれば、2匹の結界を破ることができるかもしれん。打ち破るまではいかなくとも、結界をいくらかの時間は空けておくことができる。火の勇者よ。六神獣の石を集め、地獄門へ向かえ。そして、ミニオンさん、結構アイコンがおしゃれな神獣。ね、開き、地獄門の奥に眠るアグニの剣を取り戻すのだ。地獄の二匹と戦えるただ一つの剣、アグニの剣を手に入れるのだ。寝るよ、寝てるよ。さてと。ミニオンさん、ちなみに後ろに宝箱あるわよ。ちょっと、撮ってるか撮ってないか見るわ。ネピア太郎さん、これも、尿結石なんやろ？あ、6個あるよ。ちゃんと6個撮る。チャスチャちゃん、6個ちゃんと撮ってるよ。やめろ、尿結石やめろ。よし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 、これで、こっから日が、竜の、どっからやったっけ、竜の。いや、どうやったっけ、東、どっから東だったっけ。竜王国から東？竜王国から、東？こっち？違う。真ん中東の方。真ん中東。いや強いぞ敵が。こいつ強いなミニオンさん。こいつ厄介だな。これ強い。ミニオンさん、ゾウリを新調しないから。ゾウリ？あ、ハゲ。猫猫さん、見てたいけど頭が痛くてダメだ。猫猫さん、落ちます。あー、ぬこちゃんゆっくりしなよ。無理せんようにね。ここ売ってたっけ？あ、ここ売ってないな。ネピア太郎さん、お大事に。ここ売ってるっしょ。新調するか。あれ？武器はなかったっけ、ここ。
あれ、ねえじゃん、武器屋。あら。ないわね。ミニオンさん、私の可愛い足にゾウリオン足。そう。ミニオンさん、クソ踏んだ靴装備させんな。え？ハニミシーナさん、ケンタウロス。あ、シナさんいらっしゃい。めっちゃ上がるやん、これ。え、これやばくない？竜の石って。ミニオンさん、竜の石は普通に強い。強いね。竜強え。素早く下がるからこれでいいや。ネピア太郎さん、竜の石で波動拳打てるの？いや、打てない、打てない、打てない。打てないよ。竜ってあの竜な？その竜違いだからな、ネピ。これ、あ、こっち東かで、こっちか。ふんどし野郎。打てない打てない。ここ何？こう来たっけな俺。こう来た？え？竜王朝？ミニオンさん、ここが実質最後の村。ここが最後の村、実質最後の村。竜って書いてる。竜って書いてる、竜。いや、ここ武器屋なのに、こいつが持ってんのか？いやー、ねえねえ、さっき買ったばっかなんだけどさ、
ねえ、さっき買ったばっかなんだって。だからミニオンさん、わらわら。ねえ、さっき買ったばっかなんだって。そういうのやめてもらえる？ミニオンさん、そんなあなたに姫。でも確かね、俺多分ね、まだね、高いやつあったはずなんよ。ね、買えるっす、全然。トムヒカリさん、チャチャさん、こんばんは。あ、トムさん、こんばんは。いらっしゃい。でもだいぶ上がるな、これ。紫ズキン、トムヒカリさん、明日のガチャ悩むな。だね、悩むね。一緒一緒。まあ、とりあえずどんな感じなんかをキャラを12時から見てからだね、どうするかは。マジで悩む。で、あ、ここ。トムヒカリさん、ロボの3回攻撃って技さんだよね、多分。いや、わからんわからんわからん。ちょっとツイッターを見たけど、それが和田さんなんかよくわかんない。公式のしか見てないけん俺。さあ行ってみるか。めっちゃ減るやん。ミニオンさん、ここから歯がち。マジで？トムヒカリさん、体験の複数回攻撃の追撃ってメタルブラックあったら楽なんかな。あー、どうなんだろうな。
どうなんだろうね。地獄門2匹の結果です。新たち質感を使うぜ。あ、で俺ここのシーン見たことあるわ。多分。ダブルクラッシュだの、武器重すぎるんだ。あーまあ、はいはいはい、まあ確かにな、確かにな。でもあれがなんぼで撃てるかよね。トム光さん、水着で組みこないかな。水着？でも水着はでも大体あらかた予想ついとんじゃない？もうみんな組はこんでしょ、多分。もうバッハは確定じゃない、ほとんど。水着バッハ神は確定じゃない？トムヒカリさん、ブアッパもうよいよ。いやーでも来るでしょ、多分。やった！地獄門が開いた！やったよ、悲願。ミニオンさん、大喜び。ミニオンさん、ブアッパは水着にするならマッパにするって河津さんが言ってたから逆になさそう。ないかな、ないかな。愛車出してほしい。喜ぶのはまだ早いよ、スバル。まあ、何が来るか楽しみにしときましょう。竜の言った通りだよ。この神獣たちのゲートは長くは待たない。悲願、私たちはゲートが閉じるまでに、地獄の中からアグネの剣を取ってこなくてならないんだよ。急ごう、悲願、スバル。初見です。水着売名にゃん仮上限で待機中です。こんばんちゃ。え、あ、ゆうたいらっしゃい。ちょ、待って待って待って。ミニオンさん、時間制限イベントの時間だ。マジで言ってんの？いや早い。作ったら99できたけど、うん、クエリスとコッペしか使えないほんまや。いや痛い。いや敵強ない？うんしょ、うんしょ、悲願取れないよ、抜けないよ。スバル、避けな。悲願、お前が取るんだ。さあ。うんしょ、うんしょ。悲願はついにアグリの剣を手に入れた。え？時間がないよ。ニネギの結界が復活する。急ごう、悲願。まあ装備しようか。
何でルローニケンジ出てくる。これ厄介だな。二段階あるのはちょっと厄介だね。ミニオンさん、アズミの剣を片手に今日も元気に石油片手。そう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 。マームみたいな魔導士出てきてほしい。トムヒカリさん、マナエフェクトの時時間止まるの良心的。あ、この時？あ、ほんまや、止まっとるね。あ、出てこんかった、ラッキー。トムヒカリさん、ファイルファンタジー止まらんからね。あれな、あの、あれ止まったら、あれ止まったら、止まる止まる。あれノンストップだからな。痛えな。あ、痛い。よし、セーフだぜ。え？あ、帰ってくるんか。よかったよかった。おかえり。クッククック。正義の剣を語る愚かな火の勇者、被害よ。ミニオンさん、手元に戻るだけなのに弾けるな。いや、それな。クッククック。俺の名は知らない。え、さっきおったよな、こいつ。人は俺を闇の剣士と呼ぶ。どうやらアグニの剣を取り戻したようだな、火が。だが、お前がそれを使いこなせるかどうかはわからない。ミニオンさん、自己紹介2回目。ね、そうよね。悲願、その剣を使うにふさわしいか。この知らぬ意が試す。悲願、一騎打ちだ。アーグニの剣を抜け。ネピア太郎さん、ドラゴンボールグトなら変身するはず。悲願はアーグニの剣を装備した。いや、装備してますけど。あんた、なんでそうまでして悲願にこだわるんだい？そうだよ、おかしいよ。闇の剣士、お前の心にはまだ迷いがあるようだ。ミニオンさん、知らぬい。こないだ HKS さんでずるかったから、今回は怠慢。いや、ほんまにな。ふふふ、まあよい。悲願と言ったか。確かお前と同じ火の一族の血を引くものであろう。奴を切ったとき、お前の迷いは消える。迷いまいまい。必ずあの者を倒せ。お前の命と引き換えにしてもな。いやいや、それだと死ぬんですけど、引き換えにしたら。もう杖トントンすんな、こいつ。後ろで、薄暗いところで杖トントンすな。ミニオンさん、ズボンぐらい履けよな。問答無用。いや、問答無用って言うなら、もう階層選んだろ。行くぞ、悲願。勝てんの、これで。いや、強い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 。影分身だと？回復すんなって。ミニオンさん、この戦い恐ろしすぎに。
あ、しくった。回復、攻撃、回復みたいな感じじゃない。シンプルに。会心殿かな。いや、痛い。影分身でさ、HP 取るんなら吸うんかよくわかんないな。あ、失敗。クソが。一旦無駄にしたじゃん。ミニオンさん、一人が攻撃して一人がまんじゅう食ってるねやろ。いや、ほんまそれ。あー、これが痛い。あ、マジで？え、でも防具買ったじゃん、ちゃんと俺。いや、わらじだけじゃダメなの？わらじばっかりダメ？わらじばっかりはダメなのか。いける。いける。それは大丈夫。アバンストラッシュばっかすんなよ。どう見てもアバンストラッシュじゃん、こいつ。アバーンスラッシュ。あー、そろそろ技がなくなってきたな。バーンスラッシュ。あ、バカ野郎。うん、そろそろちょっとあれだな。あー、これは痛い。次回復して、いや、それはいかん。ミニオンさん、怠慢で回復付きの攻撃するのずるいけん。いや、ほんまそれな。100は痛いって。
もうアバンストラッシュばっかいらんって。え、こいつ HP 高くない？あー、バカ野郎、やばい、あ、やばい、いやーもう失敗とか勘弁。いやーそれは痛い。ミニオンさん、ちなみにマナズルの太刀をコマンドに入れてあるからそれ使ってもいい。あーそっか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 。いやーもういかん、もうこればっかいかん、乱れはダメ。マナズル200くらい回復するん。ミニオンさん、モリモリと同じ効果よ。あーめっちゃいいじゃん。ねえねえ、これってさ、ずっと回復すんの？これ B ボタン押せばキャンセルできるのかな。ミニオンさん、ボタン押せば解除できるわよ。ねえ。ずっとエンドレスかなって思ったわ。やばい。え、お、待て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 。よし。いや、地味だな。負けた。この俺が闇の剣士、知らぬ日が。日が、俺を切れ。いや、ほんまよ。ほんまよ。俺を切れ。俺を殺せ、日が。闇の剣士を切りますか。許す。許すだと。ミニオンさん、功労せい、功労せい。いや、殺さない俺は。俺は無駄な摂取はしないんだ。必ずあの者を倒せ。お前の命と引き換えにしてもな。だから床をトントンするんじゃないよこいつ。悲願、お前はこの俺を許すだと。うわぁ、俺は、宇宙で一番の剣を求めた。だが、心が弱かった。そうか、心が弱かったのだ。正義の剣とは、心に宿るもの。白炎よ、お前はそれを俺に言っていたのか。悲願よ、お前は俺に正義の剣を教えてくれた。敵やのに？このことを俺の胸に記録として刻んでくれ。今度は俺の番だ。まずは体力を戻してやろう。そしてこれをお前に授けよう。かつて白炎と共に編み出した必殺剣、龍神斬り。今の俺には使えぬもの。正義の心を持つお前ならば使えるだろう。ミニオンさん、マジモンの最強技。マジ？悲願は闇の剣士から龍神斬りを受け継いだ。これ強い？悲願、お前ならできる。ニニギを切れ。そして、火の一族、正義を示せ。ミニオンさん、体力を6割削って会心の一撃の 2.5 倍のダメージ。え、マジ強いじゃん。
猫猫さん、落ち着いたからまた見に来た。あ、ぬこちゃんお帰り。大丈夫？え、でもさ、ネピア太郎さん、お帰りなさい。猫猫さん、ただいま。お帰り。猫猫さん、様子見ながら。うん、わかったわかった。無理しちゃダメだよ。会いたい。ミニオンさん、こっから俳優陣切りもりもり戦術が突然の基本。へぇー。猫猫さん、はい。はい。お利口さん。え、でもさ、もうこっからさ、え、龍子出たよね。え、これで？ミニオンさん、あとはニニギを倒すだけね。え、ニニギどこおるん？あ、強い。あ、強いよ、こいつ。赤竜刀が。赤竜刀が。ミニオンさん、抜死するときのやつ持ってるの怖い。さっきのやつな。砂かけボボ。なんだあそこ。なんだここは。え？ミニオンさん、そこはいわゆるマントーイベントの場所なんだけど、プルグスだからできません。あ、ここ何もできんの？ここ関係ないんか、洞窟。え、聞かないだと？会いたい。ミニオンさん、石油刀の天敵。いや、ほんまそれな。え、でもさ、じゃあどこ行けばいいんだこれ。これだ。え、通らんの？マジかよ。ミニオンさん、竜王村から来たかな。竜王村から来た？だ、痛えなこいつ。何こいつ。こいつなんか鬱陶しいな。逃げるよね。ミニオンさん、そんなあなたにちゃぶ台返し。あ、ちゃぶ台返しは聞くんだ。これでやってみるか。あー、こっちは効くな。
うん、こっちが強い。こいつねえわ。水気が上がっていく。竜王村から来た。ルーラー使うか。あ、ここ？ミニオンさん、ラスダン。ここか。さあ、行くか。あ、敵出るの？ほら燃えるだろう。あ、硬い。硬い。ダイダラ。なんか葉っぱが、葉っぱで隠してる。まあ、ネピア太郎さん、なんて怠惰な敵だ。やばい、やばいよな、今の。あ、早い。え、マジで、草履2枚、草履履いとんの早いぞ。でもさ、思ったんだけどさ、竜の玉、どうしようかな。竜の玉、え、なんか読んだ、なんか来たよ。で、うわー、ミニオンさん、ラスダンまで来て分かってしまう事実、石竜とはお前強すぎじゃないか。いや、石竜とはね、マジで強すぎる。マジでミニオンさん、これはやばい。マジ強すぎる。これ何、ここ。あ、宝箱。とどめの担当。これは多分あれじゃないか？これミニオンさんの武器じゃないか？ほら。ほら、ミニオンさんの最終武器じゃないですか？
ミニオンさん、最終武器ではないです。え、マジで違うん？まだ強いのあるの？あれより、一個手前ぐらい。でもラスダンにさ、最終武器があるのとお約束じゃない？わお。え？あ、ミニオンさんだけすげえダメージ食らってんな。お、なんだこれ。愛の首飾り。あ、火の光ね。愛の首飾りってなんだ。ミニオンさん、リボン。あ、リボンなんや。でもさ、これ普通に考えたらさ、スバルだよね。普通に考えたら、スザ、あれね、あれよね、ミニオンさんだよね。ミニオンさん、クソ踏んだ靴ようやく外してもらえた。じゃない、普通に考えてリボンはミニオンさんでしょう。猫猫さん、触覚ぴょこぴょこしてて可愛いね。可愛いでしょ、ミニオンさん可愛いでしょ。これはミニオンさんらしいよ。猫猫さん、うん、可愛い。ミニオンさん、0歳。そうそう、これね、これね、猫ちゃん0歳だからね。生まれたてだから。守りのクマさんって何なんだろう。猫猫さん、ミニオンさん、歩くとき腕目いっぱいフリフリするのもかわいい。かわいいね。あ、0歳。何これ？いや、おもちゃかい。いや、守りのクマさんいらないんですけど。ほら、めっちゃね、手ね、手、全力で手振るから。セーブしとく、セーブしとく、たたて。でもここはなんだかんだ雑魚戦は大丈夫そうだな。雑魚戦はとりあえず問題ない。
今のところ。今のところ問題ないな。いや、ただ石竜とか強すぎるだけ。めっちゃ上がるやん。あ、違う、逆か。エンカウントすげえな、やっぱり。あ、でもこっち側行って橋あるんか。ミニオンさん、オート戦闘に気がつかないとこのゲームつらい。いや、それだな、それはあるわ、それはある。なんだこいつ。あっ、しくった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 、あしくった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 、あ、自爆マン、あ、自爆マン、自爆マン、自爆マン。あ、チンアナゴみたいな形しやがって。ネピア太郎さん、爆弾にはおったか。お前すぐ自爆するんだよ、あいつ。ネッピー。でもこれなんか向こう下っかなんかあったな、あるな、あるな、これ、あ、あるな。ネピア太郎さん、この怠惰な奴の周りに爆弾にはいっぱい違う。いやー、エンカウント。あそこの宝箱、あそこのところ宝あるんかな。あ、しくったよ。これさぁ、なんかないん？
よし、食った。いや、マジ、赤竜刀が強すぎる。赤竜刀が強すぎる剣。関係なさそう。無駄足だったな。あれもなんか時計がなかったら意味ないんかな。そんな感じするね。時間管理のやつだったらあれかもしれんけど、あー、自爆マン。やめろ。めっちゃ自爆するやん。ミニオンさん、あれは次のボスが卵から帰ったことを示すための建物だね。あれは次のボスが卵から帰っ、え、そうなの？マジ？ねえ、もうね、よくないよ、自爆とか。スバルが生まれた卵と同じものなんだけど、ミニギが悪の心を注いだからまがまがしくなってる。あ、そうなんや。マジか。最低のやつですね。こんな可愛い子が生まれるのに。0歳。ヒグマ神社でペットとして飼うことができる。あ、そうなんや。ここは宝箱ある？え、なんかある。なんだこいつ。アニオ様も気の毒な人だ。本来ならアニオ様が竜王国の王になるはずだったんだ。それを永遠の日が来てよ。父様が王様だってなったら。あー、何こいつ。あ、これあれじゃん。これゴージャスが使う地球儀じゃん。ねえ、ゴージャスが使う地球儀。ミニオンさん、アニオンゴージャス。そう、ゴージャス。ゴージャスが使うやつだぜ、あれ。自爆やめてもろって。
321じゃねえんだよ。でもね、ミニオンさん、これやっぱあれだね、 BGM いいね。やっとやっとお城まで来たわ。あ、なんか竜の目が光ってる。な、なに、なに？いや、早い早い。素早い。そして強い。ミニオンさん、こいつらはマジで強い。強いな。え、強ない？待って待って待って、死ぬ死ぬ。ミニオンさん、正直めんどくさい。雑魚派ガンガン逃げるのもて。めんどいな、こいつら。え、だいぶ強いやん。あのさ、ガラリと変わりすぎじゃない？強さ。なにこれ。なんか早いって。敵早えな。こ。ミニオンさん、ラスダンですし、おすし。確かにな。あ、強いわ。早いし、しかも。え、これ何書く？これ。関係ないよ、パティ。地下にはだいたい宝箱がある説。ないです。いや、早いわ、こいつ。早い。こいつは勝てる？こいつは勝てそうだ。すぐ自爆する。あ、関係なさそうだな。これは勝てるか？なんかあのでかいやつは厄介だな。それは分かった。うん、あのでかいやつは厄介。あれ？
うん。あれなんかでっかいやつだけやな、いつも出てくる。あいつ以外はなんとかなりそう。こいつ。噂をすれば。こいつ厄介。こいつ強え。この緑のやつ。宝箱ある？ないね。もうこいつ嫌い。なんもない。あ、これゼロだった。しくった。しくった、しくった。あー、これ混乱するんだったよ。そう、あいつ混乱するんですよ。よいしょ。これで勝てっかな。お、宝箱。あー、こいつ嫌い。ダメージが痛い。しかもこれマジで勝てるかな。ほっ、そう、こいつ混乱するからダメなんだよ。え、空ってどういうこと。ふざけんなよお前。怪しいなぁ。あ、着いた？地上の神、この世界の。このニニギに歯向かう火の一族めが。だがトントンすんな、ユカ。貴様たちの力では私には勝てん。傷一つつけられん。貴様、その剣はアグリの剣。どうやってそれを。オグリシュンの剣です。私と戦える武器を手にしてきたというわけか。よかろう。受けて立とう、アーグリの手先ども。消え失せろ、火の一族め。
魔導空間。ネピア太郎さん、パンツ履きっとブーメランやな。そう、いや、でもネピこれ履いてない、多分。ミニオンさん、腰回りが細すぎる。多分これ履いてないよ、多分。ネピア太郎さん、いやいや、見たくない。ミニオンさん、もっと腹筋背筋鍛えてもろて。生えてない、生えてない。いや、魔導空間ばっか使うじゃん。当たんない。無駄だ。無駄らしいよ。細いなこいつ。無駄らしいよ。ミニオンさん、アブミの剣なのに棒読み。ゼロ。無駄らしいよ。え？無駄？かわいい。これは面白い。火の者よ、闇の剣士知らぬいはその剣で私を倒せると言ったのか。愚か者の火の一族よ。その剣には、そのアグリの剣にはアグリの火が入っておらんわ。そんなもので神である私をこのニニギを倒すことなどできぬわ。ねえ、剣がなくなったよ。あ、ミニオンさん、お前その剣で100日前まで封印されてたの忘れたんか。ねえねえねえ、剣なくなったよ。この大地と人間どもを作った創造主である私に剣を向けるとは許せん。死ね、火の者どもめ。目痛い、目痛い。ブー。あ、オッケーした。ほう、まだ生きていたか。その力、褒めてやろう。せっかくここまで来たのだ。私の作り出した究極の兵器を見せてやる。トントンすんな、床を。黒白。
ミニオンさん、スバルのスカートの中見えそう。やめろ、ゼロさんやぞ。ミニゲ様、お前に。国白よ、この愚かな火の一族をお前の手で葬るのだ。はあ、ミニゲ様、ご命令のままに。お、なんか来た。あ、ストーカー野郎。ストーカー野郎が来たぞ。逃げろ、悲願。あれ？ネピア太郎さん、サイコガン、ミニオンさん、やっぱり好きなんすねー。高骨。逃げろ、悲願。知らぬい、貴様、裏切ったな。国白、殺せ。はっ。ネコヌコさん、ヒュー。どっか行ったよ。あ、知らぬいが。燃えろ、闇の炎に飲まれ、骨まで燃え尽きてしまえ。愚か者の知らぬい目が。あ、消えた。手プルプルしてるのかわいい。クッククッ、私の最終兵器、国白よ。はっ、ニニギ様。国白よ、地獄の親衛隊を連れて、高間ヶ原へ登れ。高間ヶ原を破壊せよ。私を傷つける力を持つ、火の一族の神、アグニを殺せ。はっ、ニニギ様、ご命令のままに。万歳万歳。よいしょ。国白よ、高間ヶ原を潰せ、アグニを抹殺せよ。ははははは、私は滅びぬぞ。え？猫ぬこさん、ムスカみたいなこと言ってる。いや、それなんぬこちゃん。悲願、ここどこ？ここ。悲願、その黒い刀、闇の刀。闇の剣さんの？闇の剣士のおじちゃんは？かわいい。そうか。悲願、その刀、あんたが持ちな。あいつの意志、悲願、あんたが継ぐんだ。悲願は闇の刀を受け継いだ。けど、竜の言うアグニの剣はミニギには効かなかった。これからどうする、悲願。ミニオンさん、でもこの剣、弱いんじゃない。マジで？そうだ、悲願。竜のおじちゃんに相談しよう。アグニの剣倒せるなんて嘘ついた責任取ってもらおうよ。あ、ミニオンさん、おこ。おい、竜、起きろ。おお、火のものか。わかっておる。ミニオンさん、スバルが私っぽくてくさ。竜のおじちゃん、あの剣じゃアグニの剣じゃニニゲを倒せなかったよ。あ、めっちゃ煽るやん。めっちゃミニオンさんが煽っていく。アグニの剣は壊されたよ。なんで？なんでなの？竜のおじちゃん。めっちゃ煽るやん。ニニギを倒せるたった一つの剣、アグニの剣は壊れちまった。ねえ、竜。ニニギを地獄門へ掘り込む方法はないのかい？いや、ある。高間ヶ原。高間ヶ原に登るのだ。火の一族のふるさとへ。火の一族の神。アグニのもとへ。
ねえねえ、竜のおじちゃん、どうやって高間原へ登るの？私の羽を使ったっていけないぐらい高いところにあるんだよ。水木、天神を呼べ。天神が知っておる。天神？わかった。ねえ、強制的に天神出るんだけど。ミニオンさん、青髪ここぞとばかりにイベントだけ出てくる。天神よ、わかっておろう。天の浮き船を使うのじゃ。天界、神の国、そして我がふるさと、高間ヶ原。だが、私たち火の族は悪に裏切ったのだ。だがそれは600年前のこと、天神よ。天神、お前のために登るのではない。人間たちのためでもない。この火の勇者の少年のため、悲願のために、高間ヶ原に登ってくれぬか。時の流れ、定め、そして宿命。水木が言うのだ、悲願。お前のために登れと。ねえ、天神、水木に会ったの？水木は死んだ、600年前。だが、水木は生きている、私の心の中に。これでいいのだろ、水木。お前の言う通りだ。猫猫さん、ちゃちゃん、いいとこ引っ越ししたっぽい。竜よ、天の浮き船を飛ばす。玄武城への門を開けてくれ。玄武城に収めた浮き船の鏡を。スバルのツッコミが私が言いそうなのくさ。いや、ほんまそれな。取りに行かねばならん。天神を言ってくれるか。天の浮き船の主よ、今門を開こう。めっちゃ近所やん。そこなん？さあ、行くがよい、アーグリの作るし者たちよ。お前寝るんかい？ファイヤーハート、さん、こばわす。あ、ハートちゃんいらっしゃい。へい、いけんじゃん。あ、こういくの。ファイヤーハート、さん、最終回。いや、どうだろう、わからん。まだどれぐらいかかるかわかんない。でももう、ほぼほぼもう、9割ぐらい終わっとんじゃない？ランプ、笛、そして、浮き船の鏡。何かわかるか、火が。巨大なものを呼び出すのもんだ。浮き船の鏡。今、再び我が手に。天神は浮き船の鏡を手に入れた。さて、天の浮き船は闇の大穴の中、暗黒の海に沈んでいる。行くぞ、悲願。暗黒の海へ。そして、高間ヶ原へ。どうやって行く？どうやって行くの？ここだけ？なんかどっか行けんのか、なんか。ファイヤーハート。だいぶ終盤なんすね。そうだいぶ終盤。これ何、これどこも行けんのこれ。これ。ミニオンさん、地獄門にあります。地獄門だよ。猫猫さん、はーちゃんにゃし。破壊、殺戮、そして裏切り。これが600年前の戦いだ。我々火の一族は神アグニから使命を託され、
高間川から地上へ降りたんだ。ニニギを倒せ、ニニギの作ったもの、すべてを破壊しろと。だが、火の一族はニニギを地獄門に封印したものの、ニニギの作ったものを殺すことができなかった。人を、神獣たちを。こうして、アグネにとって火の一族は、裏切り者となったのだ。そして、火の一族が、高間ヶ原に戻らない証として、天の浮き舟を封印したんだ。闇の大穴、暗く、深い、暗闇の海へ。ロブサよ、私を導いてくれ。なんで左から出てさ、右から出てきたの？ねえ。え、じゃあさっきのあの、大穴に行けばいいのか？ござるさん。ん？寝とったよ、絶対、ござる。絶対寝てたでしょ。ここか。これはさ、天神がおらな、船は呼べんってこと？水木に変わっちゃダメってこと？ござるさん、30分だけね。ね、絶対寝とると思ったよ。ここ？ミニオンさん、そらそうよ。そう、もちろんそうよって。これ、こっち行ったりする？ひょっとして。あ、なんか出てきた。日村抜刀斎。ちょっと待ってさ、装備さ、こいつ、火が何もしないの、うわ、出た、何もしないじゃん。闇の剣しとっか。でもハーちゃんあれだね、よかったね、明日のガチャ GB じゃなくて。ネピア太郎さん、こいつギップルにしか見えなない。
ほっ。火が深く白く、そして天に何かわかるか。わかるわけないよ、そんなの。それが天の木ぶれだ。火がすばる下がっている。天よ、地よ、光よ、闇よ、星よ、月よ、そして火よ、すべての輝ける力よ。今天神の名において、その美しき姿ここに示せ。我は天神、天の浮き舟の主である。さあ浮き舟よ。はにみしいなさん、代わりにリースさんが悲鳴あげるというガチャのうち、それな。あ、なんかクジラみたいな。クジラじゃん、クジラ。めっちゃテンション上がってる、ミニオンさんが。わーい、おっきいクジラさんだ。火が、これが天の浮き舟だ。高間川の船だ。さあ、火が。ミニオンさん、ドラゴンクエスト初めて見せてくと。天の浮き舟、高間川へ。おぉ、めっちゃいいじゃん。でけえな、こいつ。思ったよ、ちっちゃい。ここ？は？ここ？ここですか？高間川原って。頼もう。あ、これ夢で出てきたとこじゃない？アグニ様、宿の中にいらっしゃるのでしょ？アグニ様、分かっておられるはずです。ニニギを倒すためにはアグニ様の力がいるのです。アグニ様。ダメだよ、ヒガン。アグニ様、答えてくれないよ。ミニオンさん、マジモンの引き込みにいたよ。いや、マジそれ。アグニ様？でも、アグニ様。違うよ、ヒガンは。何言っとんねん、このこっち。でも、アグニ様。これはミニオンさんとどういう会話をしてるんでしょうね。ござるさん、さてと。ダメです。ダメだよ、ヒガン。アグニ様は聞いてくれないよ。
アグニ様は、アグニ様は私たちが高間ヶ原に魔物を連れてきたって災いを持ち込んだって、私たちは地上の争いを高間ヶ原に持ってきた災いの種だって、もし違うんならニニギの魔物を倒せって、高間ヶ原が滅びる前に。蓬莱、マホロバ、そしてエデン、何かわかるか、つまり。わからんよ、こいつ。神が住むと言われる楽園のことだ。だが、その神の国には必ず災いが起こる。その災いを取り除けばいいのであろう、つまり。ヒガン、行こうか。ニニギの魔物を倒しに。どころんね。よし、魔物倒しに行くぜ。行くぜ。めっちゃし、おー、音楽なの遅っ。ここか。ここっぽいな。ここじゃない？違う。命の水。お、宝箱、めっけ。閃光の刃。なんだ、閃光の刃って。天神か。猫猫さん、非河川になってきます。あ、はーい。あ、これ違うっぽい。正解ルート？あ、これ正解ルートっぽいな。あれ？からだと？誰お前。静かに巡る時のごとく、静かに揺らぐ風のごとく、静かにざわめく星のごとく、時の風吹く村雲道、星の瞬く村雲道、我はただ一人高間ヶ原千人、ほほう、その赤い瞳、火の勇者か、それに火の妖精、よかろう、お前たちにただ一つの天の巻物を授けよう。ただしこれは命を与える火の妖精にしか使えぬぞ。あ、これ、ザオラル系？ザオリル系？生き返らす系？これ。蘇生かな？この格好は、まさしく、魂を生かす術。死者を、あ、やっぱそうか。
だが、死せる魂が望まぬ時は、余命悪とはない。ザオラルか。ザオラルね。いいじゃん。ザオラルを覚えたのはでかい。ここじゃなかったな。あー、なんかぽいなぁ。スイマって誰よ。玉製の衣、これは多分ミニオンさんかな。てかここら辺にいるの敵。うん、か宝箱これ。違う。飾りだった。この先に行くなと言われたら行きますね。なんだこいつ。うも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 、卵がうまいんだなこれが。なんだこいつ。人の食事邪魔するのはお前たちか。お前たち火の勇者か。うまそうだな。うもうもうも、俺はスイマだ。自国の親衛隊スイマ。うもうもうも。あ、こいつはそういう音楽なのね。あ、強えな。
うっそ。よし。めっちゃ怒られるやん。お前たち火の一族の妖精はこの玉釣り村で玉作り村で卵で生まれ、卵のまま地上へ使わせるのだからな。そして夢との無との無との音、夢とのと呼ばれるところで、夢たのと呼ばれるところで、卵は帰り、火の妖精となる。それは20年ごとに繰り返される。二十歳までしか生きられないのか？ミニオンさんは。しかし、送り出した妖精たちはここへ帰っては来なかった。だが、スバル、お前は帰ってきた。こんな嬉しいことはない。遠く近く、そして帰れない。何かわかるか、スバルよ。スバル、知らない。幼い日々、そしてふるさと、誰にでもある思い出の世界。でも私はここで生まれてないよ。私は高間ヶ原の人じゃないよ。そんなの嫌だよ。ゴブリンさん、こんばんはです。ああ、ゴブリンさん、こんばんは。いらっしゃい。次はと、ほい。で、次は？あー、ここっぽいな。火の化け物。ここは敵出るの？明日は
イベント来るね。国民さん、お伝えしないといけないのですが、どなたかですが辞めることにしました。あら、どうしたの、ゴブリンさん。なんかあったの？どうしたん？疲れちゃった？集会が。ただいま。おう、ベルさんお帰り。なんだこいつ。俺様の名はガエン。地獄の親衛隊ガエン様だ。いや、これ親衛隊何人いんの？ほっそ。ゴブリンさん、そうですね。まあね、あれは大変よ。だから自分のペースをね、崩したら大変だからね。ネピア太郎さん、ダイエットしすぎたデビルマン。いてえ、いてえ。いろいろ教えてくださったのに申し訳ないです。いや別にいいよいいよ、別にそれはね、そんなに気にしなくていい、全然全然。誰かに強要されてやるゲームでもないし、うん、合わなかったんだったら合わなかったで仕方ないよ。いや、気合い？行って。そうそうそう、そんなもんよね、ネッピね。いや、いって。普通に火力あるな。まあまあ無理せんのが一番よ。
よし。ブイルブイルさん、炎吐いてた割に戦闘の時縁吐かなかったな。いや、ほんまそれな。さっき吐いてたのにな。剣の鎧。でもさ、これさ、親衛隊ってさ、何によるんだろうね。3人か4人ぐらいかな。でももう町っぽいないんよな。もう町っぽいないよな。ここ降りた、ここ降りた。ああ降りてなかった。あ、無限、アグニを殺しに行く。任せ、あ、ここでラストか。3体か、親衛隊は。何？あ、毒か。毒はいいわ。毒は大したことない。
白いガス。ゼロ。ブエルブエルさん、第二形態が。ゼロだって。形態変わったな。この時は何もできんのかな。ほら、聞かない。あ、行った。携帯変化せんのかな。あ、痛い。あ、火は効くのね。
待って待って待って。なかなか。これで、あとは一体か。ブエルブエルさん、ナイス。ナイス。悲願、悲願。悪人様が危険が危ないよ。急いで、高間ヶ原大茶行こう。行こう。ちょ、待って、その前にちょっと宝箱あるか探そう。会えるようになるんや。ここは何も宝箱なさそうかな。なさそうでござるな、宝箱が。なんか一個ぐらい置いとってもいいじゃん。あった。水鏡の銅。これは天神かな。だな。では、では参るか。100。
ブイルブイルさん、いいからセーブだ。いいからセーブだ。当たり前だ。よし、あとなんか変なわけわからん100個やな。めっちゃスカイラバハリケーンしようよ。スカイラバハリケーン、ビルさん、スカイラバハリケーン勝利よ。さすがは天の岩戸、これほどに硬いとは。ん、火の勇者ブイルブイルさん、お兄ちゃん。そう、火の勇者、地獄の親衛隊ごときでは相手にならんか。まあいい、アグニはこの世の中逃げられはせんだろう。ならばアグニを殺す前に貴様ら火の勇者を地末にあげてやる。ニニギ様の生み出した地獄の最終兵器、この黒白がな。火の勇者殺す。来いや来いや。ああもう、やってやんよ。痛えな。地獄の息吹、え？ブイルブイルさん、回復量でかいな。いや、4桁はダメだろう。こっち4桁食らわせないからな。700だからな。
結果あっぶね。よし。うわー、バカな。グググググ。国脈貸しなんぞ。すべてはニニギ様のために。俺は不死身だ。あら。悲願、アクネ様を。ガエン、スイマ、無限、そして国白。高見ヶ原の災いは取れ去った。アグネに岩田の奥から出てきてもらおう。スバル、悲願。アグネ様、岩戸の中にいらっしゃるのでしょ？ニニギを倒すためにはアグネ様の力が必要なのです。アグネ様。え？高間ヶ原に争いを持ち込んだって？でも、もともとはアグネ様とニニギの兄弟喧嘩じゃないか。そうだよ。地獄門の封印を解いたのは人間たちだよ。おかしいよ、そんなの。アグネ様。ニニギが作った人間は完全じゃないけど、命じゃないか。いやいや、こいつダダこねるな。ちょっと光出たよ。悲願はそんな人間の命を守ろうとしてるんだよ。そうだよ。人間にはおかしいところもあるけれど、いいところもいっぱいあるんだよ。うまく言えないけど、愛や優しさ、そして助け合う心。いや、少ないな、お前。アグネ様を見ていたでしょ？スバルの目を通して、地上の人間を、悲願を。アグネ様に、ニニギと戦ってほしいわけじゃないよ。悲願に貸してあげてよ。ニニギと戦えるだけの力を。人間たちを守るための力を。アグネ様。いやー、一気に爆発するんかい。火の一族の妖精、スバルよ。お前の話はよくわかりました。だが、本当に人間はそれほど良いものなのか？人間は自分のことしか考えず、争いを好む愚かな生き物ではないのか？だが、お前が言うように人間が素晴らしいのなら、しばらく生き延びさせてやることを考えてみましょう。悲願よ。悲願よ。お前の力を見せてもらいます。スバルが言うように人間たちを守れるかどうか見せてもらいましょう。さあ、悲願。剣を手に取りなさい。ネピア太郎さん、お前の母ちゃんでべそで一発やっただろうに。それな。悲願は再びアグニの剣を手に入れた。やったぜ。悲願。よく聞きなさい。剣は所詮道具でしかありません。その剣を持っていってもニニギを倒すことはできません。砕かれたあの剣のように。その剣に心を、心の火を入れなければ真の力は生まれないのです。悲願、この剣に火を入れるのです。
天の狭間にあるアグリの火を、そしてアグリの火をその剣に入れることができたなら、お前を認めましょう、火の勇者として。さあ行きなさい、火が天の狭間へ。アグリ様、ヒガン一人で行くの？そうです、スバル。これはヒガンの試練です。あなたたちが力を貸すことは許されません。ヒガン、かわいい。この天の狭間に燃えるアグリの火を手に入れるんです。さあ行きなさい。ちょっと待ってね。どういうこと？え？ネピア太郎さん、ロマサガさん中心と変わらにゃん。鬼やられてるけど。それな。え、これ何？ちょっと待って待って。これアイテム使えるの？まだ聞いてない。待って。いや落ちるとか聞いてないから。あ、ねえねえ、持ち物使えないんだけど。ねえねえ、持ち物巻き物使えない。やばい。やばないこれ。やばない？逃げれんのこれ。ネピア太郎さん、封印たけししろやな。ねえねえ、これきつない？え、バナズルも使えんの？ねえ。太郎さん、次はバレーボール飛んでくる。ネピ無理。これ無理。うわ、使えねえ。マジで言ってんのこれ。え、これ積みじゃない？危な。いや、聞いてない。ネピア太郎さん、何これ？逃げれんし。ブイルブイルさん、やっぱここまで攻撃力強くないね。あ、でもね、アイテム使えんのよ、ビルさん。アイテム使えねえ。Thank you.
アイテム使えん。うん、使えん。術は使えるけど。なんだこれ。確かに敵自体はそこまで強くないんだけど、めんどくせえ。そう、まあ、まあなんか変な強いやつが来られても困るけどな。変に強い敵が出てこられるかマシか。ちょっと待ってよー。あー、なんだこれ。早い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 。なにこれ。あっぶね。ちょっと取っとこよ。じゃあ火が間に合ったね。スバル、なぜスバルが。悲願、一人で行けと言ったではないか。手を貸してはならないと。なぜ私の言葉に従わない。なぜ神であるこのアグニの言葉に従わない。母と息子、父と娘、そして神と創造物、アグニよ、何かわかるか。生み出された者たちはいずれ一人で歩いていく者、それは認めねばならない。子供はいつしか親になり、そして子供を産む。命の繰り返しなのだ。子供と親は異なる命なのだ。それは違う道を歩む。わかってほしい。アグニよ、あなたの生み出したスバルは自分の考えで助けに行った。スバルは自分の道を歩んだのだ。あなたが口を出すことではない。天使、お前も行くというのですか。命をかけて。それが必要だと思った時には。いいでしょう。お前たちの意志に任せます。ありがとうございます、アグニ様。行こう、悲願。アグニの日はもうすぐだよ。危なかったぜ。お、バリア。
どういうこと？悲願、ダメだよ。いけないよ。待て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 。あ、天神。まだ諦めるな、悲願。水木、私に力を貸してくれ。お前の強い力を。水木、行くぞ。まだだ、もう一度。大丈夫だ。悲願、アグリの剣に、アグリの火を灯せ。オーケー。行くぜ。ブイルブイルさん、一人じゃ無理じゃん。いや、マジ無理。一人じゃマジ無理。ネピア太郎さん、あ、ミユ、ミユな。アグリの剣はアグリの火を宿し、悲願の剣となった。やったぜ。見事に剣を完成させましたね、悲願。悲願、お前の剣を私に見せなさい。お前、まだいらんことするやろな、お前。すんなよ。え、なに？なにこれ？なにこれ、なにこれ？さあ、受け取りなさい、火の子らよ。スバルは、スバルの玉を手に入れた。え、なに？天神は、天神の鏡を手に入れた。悲願たちの体力と技は全回復した。さあ悲願よ、その剣でニニギを打ち倒すのです。スバル、天神よ、そして水木、玉と鏡を使い悲願を助けるのです。私はここから見ていましょう。あなたたちの守るもの、人間の作る世界が本当に素晴らしいものなのか。さあ行きなさい、人々の未来を作るのです。え、なんなん？スバルの玉、何これ？あ、ないね。装備できないの？道具として使うんか。ふふ、ふふふふふふ。待って待って待って。ブイルブイルさん、実は武器とか？あ、武器なんかな。
火の勇者、驚いたか。黒白虎は死んでおらん。地獄の最終兵器、黒白虎は不滅だ。まずはお前たちから血祭りしてやる。行くぞ、火の勇者とも。殺す。え？待って、いいとこで。ブエルブエルさん、まんまでスタムラヤンショウ。いや、ほんまそれな。あれ？オッケー。今さ、俺思ったけどさ、これはどうやって倒すんだろうな。ブエルブエルさん、機関武器装備したっけ？そうなんよ、そこなんよ。問題はそこなんだ、ビルさん。ウガンのマッシュってどう、何？ともちゃんさん、ここはもう黒白最終形態。そうそうそう、ともちゃんいらっしゃい。これ手から倒すんかな。とも、ちゃんさん、進むの早い。頑張った。ともちゃんさん頑張ったよ。いやいや、下げんな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 って。下げんなって。あ、やばい。
ちゃんさん、稲妻切り相変わらず強い。うん、強い。稲妻切り強い。多分これ装備しとるな、多分剣。悲願の剣、多分。あ、痛い。多分しとるっぽい、火力的に。わからんよ。火力っぽいにしとるなぁ、感じする。なんで半分なったん、まったけんなよ。とも、ジャンさん、悲願の剣ってことは、アグミの紐も入れたんやね。うん、入れた入れた、入れたよ。入れましたぜ。あ、やっぱ右やな、右からやな、右からやな、回復があるけん。あ、痛い。こっちからやな。あ、でも、ざまだぜ。いや、これが痛いな。こいつまた回復したんじゃない？また回復しやがった？ブイルブイルさん、した。したよね。やっぱ右の俺の画面から見て右か、やっぱり回復するのは。あいつ厄介やな。なあ、
セピア太郎さん、こいつ指包帯しまくりってことは、料理で指切りまくったなこいつ。これがめんどくさいな。いやーもうこれ鬱陶しい。よしよし、ブエルブエルさん、じゃあ寝ます、おやすみなさい。うん、ビルさんお疲れ様、おやすみ。え、復活？ちょ、待って待って待って、ちょ待って、やっぱこいつからなんか？ダメだな、手からはダメだな。
やばいな、撃てねえ。猫猫さん、この提灯お化けみたいのがラスボス？違う。いや、これうぜ。いや、もうそれはダメだって。竜神斬りができん、全然。友人斬りができないのは痛い。いや、いった。勝てるんかな。いや、それは単体で、いやー、それならいける。いやー、もう回復はいかんて。じゃあ、半分はダメ。はあ？あー、そこは正解。
よし、なんとかなんとかなったな。くらえ。よし、終わったー。つんよ。ゆうじさん、パチ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 。あら、あれゆうじさん起きてたの？なぜだ、なぜお前たちはこれほどに強いのだ。悲願よ、今です。悲願の剣で国白虎を消せるのです。さあ悲願。ゆうじさん、今家着いたのだよ。あ、マジで。お仕事お疲れ様。お帰り。チャキン。猫むこさん、ご苦労様。うわあ、火の勇者め、ニニギ様。ゆうじさん、ただいま。はい。へへへ、勝ったよ。俺装備したっけなぁ。あ、ヒガの剣装備してるわ。めっちゃ強っ。え、つんよ。ヒガの剣つんよ。よっしゃ。でもこれで結構ええ切りが、切りがええとこじゃない？ああ。次がラストかな。はい、皆様、最後までご視聴ありがとうございました。多分次回がね、転換魔境ゼロはね、多分最終回になるんじゃないかなと思います。あとはね、あとラスボスだけになると思うんで、しばきたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回また。ゆうじさん、お疲れ様でした。はい、ゆうじさんありがとうね。またお時間の方はぜひぜひ遊びに来てください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。